三国志とやらに似てるとは思わんか？天下三分の計ですな。お嬢様にしては随分と高尚な例えですよ。三国志って三つ国があったではないか。魏と呉と蜀だったか。まるでわらわたちであるな。はて、最後に勝ったのはどの国であったか。最後に統一したのは秦です。お嬢様のおっしゃられる三国は全て滅びました。ほう、これは知らなかった。てっきり三国のどれかが勝者になったとばかり、魏が圧倒的に優勢だったのではないか。帝位を腹心に奪われ国を乗っ取られて滅びました。参謀として招き乗っ取られるか。面白いぞ、ラムダデルタ共鳴。失礼いたします。人間たちは使用人控室にて源氏の死体消失を確認、ゴールドスミス卿の書斎に移動を開始しました。リーチェ、来るわよ。来るがいい、人間どもに。絶対と奇跡の魔女どもめ。我らは幻か。